WP のマーク公共事業促進局、または雇用促進局は、ニューディール政策期にアメリカ合衆国で発足した政府機関。1935年5月6日に民主党政権のフランクリン・ルーズベルト大統領の大統領令により発足し、1943年までの間に数百万人の失業者を公共事業を通じて雇用し、 全米各地の地方経済に影響を与えたニューディール政策における最大かつ最も重要な機関である。WP は共和党政権のハーバート・フーバー大統領が設置し、民主党政権のフランクリン・ルーズベルト大統領が引き継いだ失業軽減のための機関、連邦緊急救済局の後継組織でその権限を拡大したものだった。 フェラに引き続きハリー・ホープキンスが長となり、世界強行後にアメリカ中に溢れた失業者たちに食と収入等を与えた。WP によって雇用された人々により多くの公共施設や道路や図書館が建設され、また音楽、演劇、美術など芸術分野における失業者も支援された。1943年に連邦議会によって閉鎖されるまで、WP は 全米最大の雇用主であった。WP の大部分の事業において労働に従事する資格を有するのは生活保護を受給している失業者のみであった。その時給は各地方ごとの一般賃金と同等であったが雇用された者は週30時間以上は WP 事業のために労働に従事することはできなかった。また、1940年までは 新しい職能を習得させるための訓練機能を備えてはいなかった。WP がその活動を要約した1940年のポスター。道路、橋、ダム、上下水道、庁舎、学校、レクリエーション施設、体育施設、空港などが完成しており、法制や給食なども行われている。850万人以上のアメリカ国民が WP に雇用されて、 肉体労働などに従事した。WP の雇用した労働者の75%、及び WP が使った支出の75%は、高速道路、街路、公共建築、空港、ダム、下水道、公園、図書館、レクリエーション空間など、公共施設の建設に費やされた。WP は8年間で65万マイルの道路、7万8000の橋。 12万5千件の建築物、滑走路700マイル分、46の大規模キャンプ場を建設した。また、図書館が未だになかった地方や壁地にまで図書館の建設を拡大するための活動も行っている。その他、予算の7%ほどは芸術活動支援に費やされ、22万5千件のコンサートや公演を開催して、延べ1億5千万人の観客を集め、 47万5000の美術作品が作られた。また、失業作家、研究者を動員して、数々の芸術教育活動や、芸術遺産調査活動、各州の歴史調査活動、アフリカ系アメリカ人の元黒人奴隷など様々なアメリカ人の生活史の聞き取り作業が行われた。WP の手がけた計画の90%ほどは、未熟練労働者など、 ブルーワーカーの雇用のための計画だった。その他、WP は失業した音楽家、美術家、俳優、研究者、小説家などを雇用し、芸術や出版などの分野が断絶するのを防止した。ロードアイランド州プロビデンス市のプロスペクトパーク。公園の一角に、WP による建設であることを示す名板がある。ニューメキシコ州、ルーズベルト軍の裁判所。 全米各地で多くの公共建築が WP により建設された。WP の活動の中でも有名なものは以下のようなものがある。WP による家政婦訓練計画 WP の雇用対象となった労働者は生活保護を受給している世帯所内し家庭の大黒柱となるものであった。少年少女などは若年世代に対しては若者を対象にした計画が 国民青年局によって別に進められていた。労働者の平均年齢は40歳であり、これは生活保護受給家庭の稼ぎ手の平均年齢とほぼ同様であった。WP の雇用計画は夫と妻は共働きすべきでないという当時の強い観念を反映していた。都市部のペンシルベニア州フィラデルフィアで雇用された2000人の女性についての調査では、 このうち90%は既婚者であったが、さらにそのうち配偶者である夫と同居している者は15%だった。夫が民間企業に雇用されているものはわずか2%に過ぎなかった。調査報告は、これら2000人の女性たちは、それぞれの家庭で1人から5人の家族を養う責任を負っていると述べている。地方のミズりリ州では、 WP に雇用された女性のうち60%は独身だった。40%だけが結婚し夫と共同生活をしており、夫のうち59%は身体障害者、17%は一時的な障害者、13%は老齢であった。夫が失業状態に入ってからの平均年数は5年であった。女性の大多数は法制作業で労働に従事し、 ミシンの使用方法などを教授され、病院や孤児院のための衣服や理念を作成した。フェラ及び WP の供給した雇用や生活保護などの利益のうち、黒人に与えられた割合は、黒人の人口に対する比率よりも高かった。フェラの生活保護に関する最初の調査では、200万人以上のアフリカ系アメリカ人が1933年初頭の段階で、 生活保護を受給していた。黒人のうち17.8%が生活保護を受給していた計算になり、生活保護を受給する白人の割合の2倍に達していた。1935年には黒人の30%に達する350万人の大人や子供が生活保護受給の対象だった。これに WP に雇用されていた20万人の大人たちを加えると、 1935年には約40%の黒人が何らかの政府の保護を享受していたことになる。しかし公民権運動の指導者たちは WP は黒人を人口比よりも軽く扱っていると非難していた。アフリカ系アメリカ人の指導者たちはニュージャージー州の WP 雇用に関してこう述べている。州の失業者のうちニグロたちが20%以上を 構成しているにもかかわらず、1937年に WP が雇用したニグロたちの割合は15.9%に過ぎない。全国では WP 雇用者のうち黒人は15.2%であった。全国有色人工場協会の雑誌、オポチュニティは、WP について様々な建設や労働に、地域社会に在住する黒人たちが参加できる機会を、 与えたことは大いに評価できると述べている。また、アメリカ南部では、WP 事業に参加する機会は限定され、人種ごとに異なる賃金すら受け継がれてしまったが、北部の特に都市部では、ホワイトカラーの職種に黒人が参加できる、最初の本当の機会が与えられたとしている。ミシガン州の芸術家、アルフレッド・カスター・ユーが WP の建設作業員たちのスケッチをしている。 子供たちに工芸を教える男性。WP 主催の子供向け教室に多数の大人が雇用された。WP の最終目標は、アメリカ経済が回復するまで、生活保護を受給する失業者をできるだけ雇用することだった。ハリー・ホプキンスは1935年1月、連邦議会に承認として登壇し、なぜ目標人数が350万人なのか。 フェラ時代のデータを用いて説明した。彼は労働者一人当たり年1200ドルを求め、40億ドルを得た。ホップキンスは述べた。WP の最大雇用数は1938年11月の330万人だった。労働賃金は3つの要素が元になっていた。地域別、都市化の度合い、そして各人の技能である。 月給は19ドルから94ドルまで差があった。目標は各地の平均賃金を支払うことだったが、一人、週30時間の労働時間制限があった。WP が雇用計画で1941年6月までに使った支出はおよそ114億ドルになる。40億ドル以上は高速道路や一般道の建設及び街路整備に使われ、10億ドル以上が 建物建設に使われた。10億ドル以上が公有化公営の施設建設に使われた。他、10億ドルが女性向けの法制計画や余剰日用品の配布、学校給食計画などの福祉事業に使われた。WP 戦争局のポスター。軍事機密を見たりに書かない、話さない1940年、WP は政策変更を行い、 失業者に対して建設作業ではなく工場労働につける要職業訓練を開始した。それ以前様々な職能の労働組合は新しい技能を習得させる提案をすべて拒否していた。第二次世界大戦参戦とそれに伴う軍需生産により失業が消え失せたため、1943年の暮れに連邦議会は WP を解散させた。 多くの国民に指示された若者向け失業対策事業、市民保全部隊と違い、WP は保守派からの様々な批判にさらされてきた。その一つは、WP が必ずしも必要でない建設計画に連邦の予算を無駄遣いしたという点である。この批判は、今日でも WP の労働者たちは公園の落ち葉を拾うために雇われたというような皮肉な見方に残されている。 WP による調査事業は公然とリベラルな社会的、政治的テーマを選んでいたことから、左傾的として特に非難された。また WP の計画や予算の配分に対する批判の一つに、彼らがしばしば政治的な判断を行っていたというものがある。民主党のフランクリン・ルーズベルト政権に、好意的な議会の指導者、あるいは政治的な力を持つベテラン議員たちは、 どの州や地域に予算がより配分されるべきかの決定に介入していた。WP に対する最も通列な批判は、ルーズベルト大統領が WP を通して数百万の労働者に職業を分配することで、全米の地方ボスたちの持っていた雇用利権を中央に集中し、全国規模の集票マシーンを作り上げたというものである。1939年の八地方は、 連邦政府職員に対し政治活動へ参加することを禁止する目的で制定されたが、WP 職員はなおも民主党の選挙活動や、左派の利益に便宜を図り続けた。WP の雇用を経験した者たちは、この体験を WP をもじって、我々はのろのろ動いた、我々はだらだら過ごした、我々はだらだらと働いたと語る。これは、 WP での労働がしばしば怠惰に速度が遅くなったことを皮肉ったもので、この政策が雇用の維持に目的があり、懲戒や解雇も用いて労働者の生産性を向上させるような手段を選ばなかったことが原因にある。この批判はたとえ計画が遅延したり建設ミスや未完成があったとしても賃金が支払われる WP 発足初期の制度にも向けられている。 この記憶は1960年代まで鮮明であり、怠惰なプロ野球チームにみんなに食を与える良いチームだ。まるで WP のようだとの皮肉があったほどであった。ありがとうございます。